はい、本日が7月27日火曜日、ただいまの時間が午後4時になろうとしているところです、はい、本日のお相手は私佐藤博之と制作部の永田です。よろしくお願いします。いやー暑いっす。暑いですね。もうここに来るのやめようかと思うぐらい暑かったっす。よかったです。日陰を探し探し歩いて、もう何なんですかね。もうプール行きたいですね。行きたいですね。海とかいいなと思いながらね、やってるんですけども、はい、僕ら毎日劇場で、はい、まあ劇場は涼しいんでね、うん、いいんですけど、はい、皆さんもなんか劇場に涼みに来てはそうですね。いかがでしょうか、はい、そんな今日は何からお伝えするかと言いますと、はい、こちら演劇集団キャラメルボックス 25th さんサマーツアー、はい、また会おうと龍馬は言った、はい、の空席情報からいきたいと思います、はい、東京公演残り2週間となりました、はい、8月8日日曜日まで、はい、池袋のサンシャイン劇場で上演しております、はい、こちらは残りわずかですがどうなりましたでしょうか、はい、あの本当にすごい勢いで今ご予約をいただいてまして、あのすごくおすすめだよっていうステージも結構、はい、あの開演してみると、うん、あの埋まってたりとかしたんじゃないかなと思いますけど、そうですね、昨日、はい、おとといの会は、ね、はい、100人ぐらいそうですね、当日お客様いらっしゃって、はい、ですので、ですね、本当にご予約でぜひ、はい、来ていただいた方があのお席の条件が良くなるの で、ね、はいはい、あのどの日でもご予約はお受けしてるんですけれども、そうですね、そのうちでも一番のおすすめは、うん、なぜだか8月6日金曜日19時の会。金曜日19時の会、ここはなぜだかおすすめです。なんででしょうね。なんでですかね、うん、まあなんででしょうね。土日を見たい方はちょっと遠慮してるのかもしれないですね、はい、そうですね、はい、じゃあそこがおすすめということですね、うん、そうですね。で他の日もまだまだご予約を受けしてますが、土日はやっぱり混んできてますので、お早めにご予約ください、はい、よろしくお願いします、はい、そしてですね、7月28日、はい、明日なんですけど、ね、の午後7時から、はい、サンシャイン劇場にて、はい、25周年感謝祭、はい、というものを行います、はい、こちらの予約はもうだいぶいっぱいになってきてます、ね、今ちょっとお2回かなというご案内なんですが、ね、はい、でもギリギリまでご予約をお受けしてますので、はいはい、昨日そのリハーサルを見たんですけども、はい、かなり面白いことになりました、ね、かなり面白いことになってみたいですね。かなり面白い、はい、こんな大掛かりなことをやってるのかでも、だからね、すげえなと思って、皆さん楽しみにしてください、はい、よろしくお願いします、はい、続きまして名古屋公演です、はい、名古屋公演は8月14日土曜日から16日日月曜日まで、はい、名鉄ホールで行われます、はい、こちらはどんな状況ですか、はい、どの日もまだご予約いただけるんですが、はい、おすすめはずっと同じですね、8月14日土曜日18時、うん、はい、こちらがおすすめということで初日ですね、はい、佐藤さん出演の方、ね、土曜日の夜なのにね、そうですね、はい、なかなかまあ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 、はい、まあ3日間だけですので、はい、特に海は1回しかないんですね、あの名古屋の近辺にお住みのお客様は、はい、ぜひぜひこちら見逃しのないようによろしくお願いします、はい、お願いします。そして神戸公演です、はい、神戸公演は8月21日土曜日から29日日曜日まで、はい、新神戸オリエンタル劇場で行われます、はい、こちらはどうでしょうか、はい、ちょっともう日曜日がかなりいっぱいになってきまして、はい、もうちょっと S でご予約いただける日が少なくなってきてるんじゃないかな、22日も29日も両方、はいはい、そうですね、29日はもうちょっと大仙集落ですので、はい、あのもうご予約は一旦終了させていただいてます。なるほど、公演日の前日にお受けしてますので、はい、はい、よろしくお願いします。その他の平日は大丈夫でしょうか。大丈夫です、はい、大丈夫なんですが、はい、夏休みなので結構急に予約いただいたりするので、ね、ちょっとわからないかも、はい、じゃあちょっと見たいなと思っている方はどうぞお早めにご予約の方をお願いいたします、はい、そしてですね、神戸公演でも25周年感謝祭をやります、はい、8月25日水曜日の19時から新神戸オリエンタル劇場でやりますと、はい、これ今見て思ったんですけど、はい、これ両方とも空の日の夜にあるんですね。そうですね。本当だねえ、はい、海の日の夜にやればいいのにいろいろあるじゃないですか。まあまあそうですね、その日いろいろありますからね。ほら両方とも参加したい人とかいたらね、海見て空見てね、どうなってるんですか。もう決まっちゃったもん、決まっちゃいました、はい、こちらもじゃあキャラメルボックスのお電話いただければご予約できますので、はい、よろしくお願いします。はい、ここからはキャラメルボックス PV をご覧の皆様のおまけコーナーです。はい、なんか聞きたいことありますか。いきなりそんな何を話そうかな、ね、何を話そうかなという感じなんですけれども、はい、佐藤さんは疲れていないのか。疲れてないですね。あら、本当になんか1日空くんでね。なるほど、その交代交代なんで、でもものすごい汗だくですよ、ね、汗はねかいてますよ、本当に。でもねそんな飲めないんですよ、袖帰っ
いる時間もそんなないですし、帰って出るまでもあんま間がないんで、はい、いっぱい飲んじゃうと、はい、なんかね、そう喋れなくなっちゃうんですよ。上がってきちゃって。あれ袖に行って、はい、お水飲んだり、あと何してるんですか？そうですね、スポーツドリンクを飲んでるか、はい、あとはね、あのウィダインゼリーを飲んでエネルギー補給をして、エネルギー補給、そうそうそう、あとは内輪で仰いでるか、うんうん、着替えてるか着替えてるか、着替えは1回だけしてるんですよ。あ、そうなんですか。そう、1回だけしてるんです。はい、僕は衣装変わんないんで、はい、スーツなんですけど、はい、ちょっと1回汗だくになるんで、途中1回だけ着替えられちゃうんですか。じゃあ同じスーツ、それがねまあ言っちゃってもいいかな、あの2着あるんですよ。あ、そうなんですか。で、全部新品取り替えられるっていうね。あ、1個だけ、ネクタイだけ変えられるけどネクタイだけビシビシのネクタイやって、うん、あとは全部変えられるんですよ。あ、そうなんですか。すごい嬉しいですね。うーん、ただ、はい、これね、畑中さんファン増えちゃうかな畑中さん1着しかないんです。あ、そうなんですか。スーツの関係で超かわいそうなの。あ、そう。ズボンは2着あるんですけど、はいはい、上が1着しかなくて、はい、で僕もずっと1着しかなくて、はい、つい先日2着目が届いて、はい、おでもそれまでは本当に1回全部その中身は全部変えるから好きするじゃないですか、はいはい、その後にね、こうスーツをね、こう冷たいのをね着るのがね、はい、本当ね、うん、しんどいというかね、精神的にもう1回着るんで、わかります、洗いたてのものを着るみたいな感じです、はい、あ、乾いてないやつ。なるほど、ずしんと。確かにそうですよね。それを僕は昨日、一昨日から着れるようになって、うん、ちょっとね、その時の気分が早く畑中さん2着目来るように願ってます、ね、待っててくださいねそうなんですか。そんな感じですよ。でも、あの、じゃあ自分が出てない組の時っては、はい、まあ、ロビーに出たりとか、あの、そうですね、本番中って何してるんですか。本番中は、まあ、本番前に前説をやって、はい、まあ、その前ロビー1時が出てるんですけど、はい、で前説やってはけてきて、はい、で要所要所で畑中さんの岡本の、はい、ケアをしているというか、うちわで仰いだりとか、ドリンクが、持っていけない時には持ってってあげてとか、あと着替え手伝ったりとか、そういうのをしてますね。で、空いてる時は、見てます見てます、モニターで見たりとか、はい、客席の一番後ろで見たりとか、はい、たまにしてるんです。まあ、盾とかはやっぱり見たいなと思ってるんで、うん、だから毎日ね、毎日何かしら見てますよ、盾とか芝居とかを。はい、日々チェックしてますよ、海チームはどうやってやるのかって。はい、すごい。やっぱ違うもんですか。うん、違いますね、日によってやっぱ違うし、そう、あ、今日はこうしたんだとか思うし、うんうん、お客さんのその雰囲気とかもやっぱ日によって違いますし、うん、そこ面白いところでね、一応同じことをやってるつもりではいるんですけど、はい、盛り上がり方がちょっと違ったりとかね、うんうん、笑うタイミングが違ったりとかね、うんうん、その日のね、はい、たくさんの波長もあるんでしょうね、うん、それ面白いなと思って見てますね。ネタ変えてたりするんですか。そうですね、安倍ジョージ変えましたね、あいつね。 あいつすごいです、チャレンジャーです。チャレンジャーですね。貪欲、どこまでも貪欲にやってますよそうなんですか。はい、あとね、達也さんもちょこちょこ変えてるかな、うん、はい、なんかしっくりこない時とかあるんでしょうね、ネタがね、うん、なるほど。そう、だからちょこちょこそうだから前半、最初の方に見た人はもう一回来ると、はい、ネタ変わってると思いますよ。やっぱそうですか。うん、うん、それも楽しみにして、うんうん、来ていただければいいんじゃないかなと思うんですけどね。なるほど。はい、あとはなんだろうな、くすみさん、はい、くすみさんも面白いですね。本当に日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 に面白いですか。ただ面白くなってきてるすごいなこの人つって、ギリギリのラインを、ギリギリのラインを、こんな人いるいないのラインやってますからねはいそんな感じでやってますので、はい、もしよろしかったらまだ8月8日まで東京公演やってます。その後も名古屋神戸で伺います、はいはい、もしよろしかったら暑い夏を涼みに、はい、爽やかな気分になりに劇場に来ていかがでしょうか、はい、お待ちしておりますので、はい、それでは劇場でお待ちしております。さようなら。